ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、アキです。何をするのかね。ごくありがちな開封レビュー動画です。クオリアに感謝トーマス変顔マスコットフィギュア。水族館ガチャなどでも有名なクオリアさんがトーマスの版権を取得した模様です。ちなみにクオリア公式のツベからも映像出てますぞ。そっちを見た方がいいかもね。1. ムスッとトーマス。 2. 疲れ顔トーマス。 3. プンプントーマス。 4. ハラハラトーマス。 5. お寝坊トーマス。全押しコンプリートです。ちなみにレアなシアソウと均等です。 1. ムスッとトーマス。イラッとしているよ。ジェイムスやゴードンと言い争いになる時の顔。デフォルメ感もいい感じです。どうせならシレットカププラトーマスと同じサイズにできませんかね。クオリアさんよろしく。2. 疲れ顔。疲弊しているよ。ブレーキが故障して暴走して止まらない時の顔ですかね。模型機の車両は顔芸が面白いです。このままカププラに改造してしまいたいです。本末転倒だお。ところで初期の UK 版ナレーションがリンゴスターって贅沢すぎませんかね。 I need to stop, he panted wearily. As they neared the next station, Thomas saw Harold land. 3. プンプントーマス。へのじっちのトーマスはよく見かけるんですが、この怒りながら文句を言っているトーマスってあんまりなくないですかね。調べてみたら映画に出てくるんですかね。どこで登場したんでしょう。知ってる人がいたら教えてください。4. ハラハラトーマス。ハラハラドキドキ。ブレーキが効かなくてぶつかる時のイメージってパーシーだったんですが、うぷ主の記憶違いのようでした。でもトーマスって突っ込む時目を見開いてません。 5. お寝坊トーマス。朝はこんな感じだよ。釜の火が消えてしまうとこの顔になりますよね。これカププラと互換性持たせてくれたら、爆売れすると思うんですが、メーカーが違うので無理っすかね。クオリアさんよろしく。どれが来ても当たりだね。公式がいい意味で病気。どの顔出ても嬉しいやつ。テレ顔キモいけど欲しいわ。これはフルコンプしたい。思ってた以上の変顔クオリティ。主はパーシーも出してほしい。サイズ感はカププラと比べるとこんな感じです。シールではなくちゃんと印刷なのがポイント高いです。顔の質感はマット加工のクオリティ。さてこちらはネットで見つけたトーマスの顔です。データがあればモデリングしたいんですがね。クオリア版は正直そんなに期待してなかったのですが、思ったよりもクオリティ高いです。失礼だよ。だからトミーさんからは変顔カププラ出してもらえそうにないので、クオリアのトーマスがカププラのサイズに合わせてくれると楽しみが増えるんですけど。クオリアさんよろしく。とりあえず第3弾まではトーマスだけで顔ネタありそうです。顔だけセットで出してくれないですかね。カププラにくっつけるんで。それは無理だお。今後はクオリア発信のトーマスに注目です。頑張ってシリーズ化していただきたいです。昭和のトーマスたちはしょっちゅう怒っていました。現在のコンプラだと口が悪くて NG になりそうですが、モラルや価値観は時代とともに変化していきます。嫌なことがあれば同情に出してもよかったし、嫌なことを嫌だと発言できる環境は大切だと思います。寝ているだけだよ。あとこのアイテム人気で売り切れ続出らしいですぞよ。うぷ主はネット予約でなんとかゲットできました。まあ売れたらメーカーが再販するので、高額あたおか価格の転売ヤーからは買わない方がいいですよ。定価ならいいと思うお。ご視聴ありがとうございました。